アクバルは北、インド、ムガル帝国の第三代君主。アクバル一世、アクバル大帝とも呼ばれる。アラビア語で偉大を意味するアクバルの名にふさわしく、中央アジアからの流入者であった祖父、バーブルの建てた、ムガル朝を真に帝国と呼ばれるにふさわしい国家に発展させた。そのため、マウリア朝のアショウカ王に並び称されることもあり、 大抵の称号を与えられている。アクバルは、戦術のアショウカ王やスール朝のシェールシャーと共に、最も成功した君主であり、インドの最も偉大な王であり、優和の象徴として、現在のインドでも人気が高い。アクバルと父フマアイユンゾーに乗る、幼少期のアクバル1542年10月15日、アクバルは、西インドの神道地方、ウマルコートのウマルコート城で、 ムガル帝国の第二大君主、フマーユーンとその日、ハミーダ・バーヌー・ベグムとの間に生まれた。誕生名は、バドル・ディーン・ムハンマド・アクバル。巫女アクバルの幼少期は他なんであった。アクバルは父、フマーユーンが、パシュトゥン人で、スール朝の創始者、シェール・シャーに、北インドの帝位を追われて流浪している時に誕生した。また、フマーユーンは、帝国を再統一するため、 弟カームラーン、アスカリー、ヒンダールと争わねばならず、イランを支配していたサファビー朝の庇護を受けることにした。1543年11月、フマーユーンはサファビー朝に亡命するためイスファハーンに向かい、アクバルはカンダハールを統治していた叔父アスカリーのもとに人質に出された。1544年から1545年の冬、アクバルは カンダハールのアスカリーの元からカーブルを統治していた、オジカー・ムラーンの元に移された。その後、1545年11月15日、フマー・ユーンがアスカリーを打倒して、カーブルに入場すると、アクバルは、父と再会した。だが、翌1546年11月に、フマー・ユーンがカーブルを追放されると、アクバルは再び、カー・ムラーンの人質となった。なお、 フマーユンによるカーブル奪還が行われている最中同年10月8日にカームラーンの命令により、カーブル城の城壁に晒し出され、包囲軍の砲撃に遭う危機に陥った。この時、アクバルの姿を見た、砲兵隊指揮官のとっさの判断により砲撃が中止され、アクバルは難を免れた。1547年4月27日、アクバルは、 おじカー・ムラーンがカーブルから逃げた後、当フマー・ユーンと合流した。また、その年の11月にアクバルは初めて家庭教師の指導を受けた。だが、1550年前半にカー・ムラーンがカーブルに帰還してくると、アクバルは、またしてもその人質になった。同年後半、フマー・ユーンがカーブルを奪還し、アクバルは再び父と合流した。1551年、 アクバルは父、フマーユンにより、ガズニー知事に任命され、翌1555年7月に、父がデリーを奪還すると、11月に、パンジャー部大使となった。なお、この間6月に、後継者に指名され、スール朝との戦いで先行のあったバイラム・ハーンが、後継人となった。翌1556年1月、フマーユンが図書館の階段から落ちて、 事故死した。2月14日、アクバルは、デリーにおいて13歳の若さで即位した。なお、最小のバイラムハーンが彼の接生として、補佐に当たることとなった。だが、即位当初、アクバルの統治は、不安定そのものであった。シェール・シャーの開いた、スール町などの敵対勢力が、デリーの近辺にも残り活発な活動を行っており、その3人の王、 ムハンマド・アディル、シャー、イブラーヒーム・シャー、シカンダル・シャーは健在であった。だが、スール朝のヒンドゥー部将ヘームーは彼ら3人よりも、さらに危険であった。ヘームーはもともと野菜寄りの出であったが、スール朝の軍作り司令官、最小にまで登り詰めた人物であった。フマーユーン死後すぐ、ヘームーは、混乱に乗じて拒兵し、デリーとアーグラを占領した。 10月に、デリーが占領された時、アクバルとバイラムハーンは、パンジャーブ地方で、スール町の残党討伐に当たっていたが、ジャランダルにいた彼らにその知らせが届くと、皇帝の側近である将校には、恐怖が走った。軍勢の数は、帝国軍2万に対し、ヘイムーの軍勢は10万を超していたからだ。将校らはこの大軍と戦うことは、無理があるとし、 ひとまずカーブルに引き上げた上で新たに兵員を増やした。あと、再び、インドを征服することを提案した。だが、アクバルと、バイラムハーンは今すぐ戦うべきだとし、バイラムハーンは何も抵抗せずに、デリーを敵に明け渡したタールディーベグを処刑したため、退却を主張した将校は黙り、軍は指揮を取り戻した。同年11月5日、アクバル率いる軍勢は、 デリー北港のパーニーパッドでヘイムーの軍と激突した。パーニーパッドは起伏が連なる高原地帯であり、1526年にはこの地でアクバルの祖父バーブルがローディアサを破り、ムガル帝国を創始した歴史的な地でもあった。両軍の戦力の差は圧倒的で、帝国軍はヘイムーの大軍に両翼を包囲され、敗北寸前に陥った。 ヘームーが勝利したと思われた時、像の上に乗って、指揮をしていたヘームーが片目を矢でいられて、意識を失い、彼の軍は混乱に陥った。数時間後、ヘームーの大軍は改装し、ヘームー自身も捕らえられ、アクバルの前に突き出された。バイラムハーンはアクバルに、ガーズイの称号を得るため、アクバル自らヘームーを処刑するように促した。 だが、アクバルは抵抗できない敵に自ら手を下すことを拒み、バイラムハーンにその役目を任せ、自らはその剣に手を添えるに留めた。こうして、ヘームーは処刑され、第20パーニーパットの戦いは終結した。バイラムハーンの追放少年時代のアクバル帝国軍は、ヘームーの軍を大量虐殺しながら進み、同月7日にアクバルは、帝都デリーに入場した。また、 アクバルの知性に敬意を払っていたアーグラなどデリー周辺の都市も帝国に基準した。アクバルの母も状況が安定するとカーブルを出発し彼女らがパンジャーブに近づくとアクバルは自ら1日かけて母親を出迎えに行った。それから2年後の1558年には帝都がデリーからアーグラへと遷都された。さて、バイラムハーンは アクバルの摂政として、権勢を誇った。だが、彼はいささか傲慢で、権力に対して執着するところもあり、またタールディー・ベグの処刑は後を引いたことも、相まって、貴族らは反感を抱いていた。その上、彼が宮廷で大多数を占めるスンナ派ではなく、シーア派を信仰しており、自身の彼が、シズシャやシーア派のものを交換に認じたことは、古参の貴族から、 無視されていると非難を買った。また、バイラムハーンは、高級勢力とも対立していた。それには、アクバルの王室の出費や、アクバルがおじヒンダあるの、娘ルカイやスルターンベイグムのみならず、カームラーンの親族の女性とも結婚しようとしたことで、アクバルと、バイラムハーンとの間に面倒なやり取りがあった。高級の女性の存在は、バイラムハーンにとっては脅威であった。 その上、アクバルが、自身の地位や統治に責任を持つようになると、バイラムハーンとの対立が鮮明になった。彼はまたバイラムハーンを、バーバーハーンと呼びつつも、皇帝をしのぐ権力を持つ彼を内心では、恐れ、その成虫をわずらわしく思うようになっていた。アクバルは皇宮を支配していた母のハミーダ・バーヌー、ベーグム、ウバータマのマーハム・アナがその、 ムスコアドハム・ハーンという相談相手を得て、バイラム・ハーン失脚の陰謀を密かに企てた。こうして、1560年3月、ついにバイラム・ハーンの失脚計画が実行された。アクバルは、マーハム・アナガラの知恵を借り、バイラム・ハーンの失脚計画を実行した。まず、アクバルは、バイラム・ハーンと共に、首都アーグラを離れて、狩りに出かけ、マーハム・アナガワ、 デリーにいるアクバルの母が病に倒れたとの嘘の知らせをアクバルに入れた。アクバルは病気見舞いを口実にバイラムハーンの元を離れてデリーに向かいバイラムハーンはアーグラへと戻った。またムヌイムハーンはマーハムアナガの妖精でバイラムハーンがアクバルの代わりにミールザーハキームを利用しないよう彼を連れてデリーに赴いていた。だが 計画したのが、マーハム・アナガだと分かった場合、彼女は、バイラム・ハーンに報復される可能性があった。そこで、彼女はアクバルを、一旦、デリーの外に出させ、そこからバイラム・ハーンとのやりとりをさせた。こうして、アクバルは、バイラム・ハーン介入を宣伝する、胸の直令を出し、バイラム・ハーンもこれを了承し、クーデターは成功したのである。アクバルは、 バイラムハーンに彼は帝国を自身で統治するという旨を伝え、メッカ巡礼を命じて引退を勧告し、バイラムハーンもこれに従って巡礼に向かった。だが、バイラムハーンは自身の最小位が部下のバハドゥルハーンに与えられたことで屈辱を味わい、さらにはグジャラートに着いた時自分に恩のある部下ピールムハンマドハーンが追悼に向かってきたと知り、 パンジャーブに戻って、ついに反乱を起こした。バイラムハーンの反乱は、半年の間は続いた。アクバルは、アトガハーンを追悼に向かわせ、バイラムハーンは、ジャランダルの戦いで敗れ、反乱は鎮圧された。その後、バイラムハーンは、ムヌイムハーンに、自身の殺傷の称号が与えられたことを知り、アクバルに反乱を謝罪し、降伏する、胸の文章を送った。 バイラム・ハーンは、後ガハーンに捕らえられ、アクバルの面前に引き出されたが、アクバルは親切に迎え入れ、自身の私的顧問か地方の大使として働くか、あるいはメッカに巡礼するか、再び選択肢を与えた。バイラム・ハーンは、メッカ巡礼を選び、グジャラートへと赴いた。1561年1月31日、バイラム・ハーンは、 アフマダーバード近郊のパータンでアラビア半島へ出発する手はずを整えていたさなか、彼に個人的な恨みのあるアフガン人によって殺害された。アクバルは彼の死を悼み、その妻サリーマスルターンベーグムと息子アブドゥルラヒームハーンはアクバルに引き取られ、前者はアクバルの人なり、後者は後にアクバルの大臣となった。マーハムは長野排除処刑される。 アドハム・ハーンだが、アクバルは、バイラム・ハーンを追放しても、まだ実権を掌握できなかった。バイラム・ハーン失脚後、その追い落としを計画した、アクバルの乳マーハム・アナガが最高権力者となったからである。バイラム・ハーンの公認である最小バハードル・ハーンは、マーハム・アナガの区別でしかなく、政権は、彼女の息子アドハム、ハーンやその与党によって組織されていた。 ヴィンセント・スミスは、彼女の一党で固められた体制を、ペチコート・ガバメントと呼んでいる。だが、マーハム・アナガの息子で、アクバル入教大たる、アドハム・ハーンがその立場を危うくした。1560年にアドハム・ハーンは、ピール・ムハンマド・ハーンと共にマールワーへと遠征に行き、1561年に、同地方を占領した。だが、アドハム・ハーンは、マールワーの支配者、 バーズ・バ・ハードルを取り逃がし、その最色顕微備の詩人、ループ・マティを自主させてしまった。さらに、アドハム・ハーンは君主に、戦利品をすべて送る監修を破るという重大な、過ちを犯した。アクバルは当然この権利を主張し、自らマール・アーに向かいその独善を抑えたため、アドハム・ハーンとの仲は、非常に悪くなった。1561年、ジャウンプルを統治していた。 ウズベク人貴族ハーンザ・マーンが範囲を示したため、アクバルは東方に軍を進めて一時的ではあったものの、これを復讐させた。同年末、アクバルは、マーハム・アナが古外の最小バハードル・ハーンを罷免し、後がハーンを最小に任命した。剪定不満ユに依頼の重心である、彼は、マーハム・アナが一派に対抗し得る存在で、彼の妻ジージー、アナガも、アクバルのウバだったため、 アクバルから彼は、養父と呼ばれていた。一方、4月に、マーハム・アナガの派閥は振るわず、アドハム・ハーン期間後もマール・アア遠征を行っていた、ピール・ムハンマド・ハーンが川で溺れて死亡してしまった。また、重臣・ムヌイ・ムハーンは、後がハーンとの対立から、アドハム・ハーンに、その暗殺をそそのかしていた。調子に乗りやすかった、アドハム・ハーンは、 ムヌイムハーンにそそのかされ、彼自身も後がハーンが最小であることが気に、食わなかったため、その暗殺を計画した。1562年5月16日、アドハムハーンは、大勢の部下を連れ、アーグラ城の高越殿で会合をしていた後がハーンを、探検で刺し殺してしまった。この時、アクバルは、神殿で睡眠中だったが、騒ぎで目を覚まし、事態を察して、 高越殿へと向かった。一方、アドハム・ハーンは、高越殿を後にして、高級の前で中に入れるよう訴えていたが、テラスで、アクバルと遭遇してしまった。アクバルは、よくも、私の養父を殺したなと言い、膝を駆使した。アドハム・ハーンは殴られて、床に叩きつけられた。それから、アドハム・ハーンは、脳髄が流れ出る、ようテラスから逆さにして二度に渡り、 放り投げられ、あえなく絶命した。マーハム・アナガはこの時デリーにいたが、アドハム、ハーンの処刑を聞いてすぐさまアーグラへと駆けつけた。彼女は、アクバルと面会すると、アクバルは、自ら丁寧に事の次第をすべて話した。彼女はただ、陛下はよくなさいましたと言い、そのショックから立ち直れずに40日後に死亡した。ムヌイム・ハーンは、 アーグラから逃げた者の,の捕らえられ、アーグラに連行された。アクバルは彼を許してその称号も回復させたが、その権力はすべて奪い、単なる一部将とした。こうして、アクバルはようやく帝国の実権を握ることができた。マーハム・アナガの排除後、皇帝の権限は、格段に強化された。アクバルは、最小職の体験を見直し、財務長官、観察長官、関財長官、 司法長官の四長官体制を敷いて最小に集中した権限を四分割し最小を常設の間から外して名目的なものとした。アクバルはこれにより名実ともに実権を握ると様々な出自から自身の信頼できる人材を投与して権力と軍事力を高め自ら帝国の勢力の拡大に乗り出した。だが、 アクバルは後術のウズベックの反乱鎮圧や、ラージプートとの同盟関係構築などを行い、皇帝権を確立する努力を継続し続けた。ラージプートとの同盟ラージプートのオーラと面会する、アクバル実権掌握後、アクバルは、ヒンドゥー教徒である北インドの土着勢力ラージプートとの同盟関係の構築を、本格的に言った。ラージプートはアクバルが帝権を強化する上でも、 重要な存在であった。すでに実験掌握前の1562年1月には、アンベール王国の君主ビハーリーマルの娘と結婚し、アンベール王国と同盟が結ばれていた。また、彼のこれは、実験掌握前の皇帝にとっては強力な支持者となり、マーハム・アナガに対する牽制ともなった。 1564年、ウズベク人貴族が反乱を起こした後、アクバルはそれまでのウズベク人とペルシア人からなっていた、貴族層に頼らず、インド出身の貴族を新たに登用する、必要性を確信した。それらは、インド出身のムスリムとラージプートであった。アクバルは、ラージプートとの同盟を特に重視し、彼らの娘をめとっていくことで、次々と彼らを貴族に加えた。 この政策により、1580年までに、貴族の構成は、ペルシア人貴族が47人、ウズベク人貴族が48人、ラージプート貴族が43人となっていた。このように、アクバルは、ラージプートとは、基本的に融和的な態度をとり、大部分のラージプートを味方につけることに成功した。ラージプートの貴族らは帝国に、自身の王国の管理をし、 帝国の行政官に徴税を任せたため、事実上ラージプートの領土は帝国の領土となった。また、ラージプートは、それと引き換えに帝国から俸禄の支払いを受け、帝国と結びつくことで名誉と権威が得られた。ゴンドワナの征服、ウズベクの反乱鎮圧ウズベク人貴族の反乱における像の激突1564年。 アクバルは横暴的だったフワージャムアズザムを処刑した。後、ゴンドワナ地方を征服するために軍勢を派遣した。この地方の征服は順調に進んだものの、ゴンドワナ大使のアーサフハンはこの地域に反独立的な権力を打ち立て、2万にも上る巨大な兵力を養うようになった。アクバルはこの地方が帝国の東南隅にあったため、これに介入しなかった。だが、 同年7月に、マールワー大使に任命されていたアブドゥラーハーンが、反乱を起こした。帝国では、ウズベク人は、皇帝の家臣であったが、ティムール朝を滅ぼしたのも、祖父バーブルをサマルカンドから追いやったのもまた、ウズベク人であった。アクバルは自ら反乱の鎮圧に向かい、これに、グジャラートに敗走させている。1565年。 ウズベク人の貴族ハーンザマーンとその弟、バハードルハーンらの帝国東部で反乱を起こした。バハードルハーンは、最小解任後、ジャウンプルの認知にいた兄のハーンザマーンと合流していた。反乱の理由は、互いの勢力圏の競争であり、アクバルの体験は安定しなかった。このウズベク兄弟の反乱を機に、アクバルは、 帝国東部の統治を盤石にすることを決心し、自らジャウンプルに向かった。だが、ムヌイムハーンが間に入ったため決戦は回避され、両軍の間では役が結ばれた。また、この時帝国の献身やオージャーギールダールらの間でも2敗に分かれていた。ゴンドワナ大主のアーサフ・ハーンは、召集に応じてアクバルの陣営に赴いたが、 戦利財宝を死亡した罪を追求されるのを恐れた、彼は、ハーン・ザ・マーンに保護を求めている。この一時的な和解はアクバルが、ハーン・ザ・マーンを倒す実力を保持していないことを意味していた。帝都に戻ったアクバルは、軍の指揮権や統制権などを強化するなど改革を行い、中央政府の強化に反発する東方のハーン・ザ・マーン、ラ・ハン独立勢力は恐れを抱き、 1556年に反乱を再び起こした。この反乱はアクバルの提験に反発する者たちが一大連合の性格を帯び、アフガニスタンを統治していた皇帝ミールザー・ハキームにインド侵略を持ちかけるなどして連携を取っていた。アフガニスタンを統治していたミールザー・ハキームはパンジャーブに侵入してきたが、アクバルはこれを撃退した。その後すぐ、 ドアーブ地方で別の皇族ら数名の反乱が起きたがアクバルはこれを破り彼らはハーン・ザマーンとも折り合いがつかなくなり流浪の末に括弧撃破された皇帝権力の上昇は皇族らの立場に変化をもたらし侵入か反逆かの選択を余儀なくさせていた間もなくゴンドワナ大使アーサフアハーンが基準するとアクバルは ウズベク兄弟の討伐に本腰を入れ、1567年に、自ら、ウズベク兄弟にいるマーニクプルを攻撃した。帝国軍は激流を渡って、ハーン・ザマーンを襲って殺害し、バハードル・ハーンも捕らえて処刑した。帝国軍は、アラーハーバードやバーラーナシーにまで辞意を行い、アワード地方一帯にその異例が行き届いた。ここに、ウズベクの反乱は鎮圧されたが、 アクバルの言った戦後処理は、比較的緩やかなものであった。その例として、藩将の一人、イスカンダル・ハーンは罪を免れ、元のままのジャーギールを保証されている。また、ハーン・ザマーンのジャーギールはすべてムヌイム・ハーンに与えられ、彼は、ジャウンプルの大使となった。メイワール王国との戦い、チットオルガルを攻撃するアクバルさて、戦術したようにアクバルは、 ほとんどのラージプートとの間に同盟関係を構築することに成功していたが、一部のラージプートは、複属を拒否していた。メイワール王国とブーンデー王国である。ことにメイワール王国は、ラージプート諸王国の中で最も高い家柄、ラージプート所属の喪失を自負していたため、複属させることは容易ではなかったデリースルターン。長時代も、幾人かの王が攻撃したが、 結局のところを服属させることはできなかった。そのため、1567年10月にアクバルは、メーワール王国の首都、チットオルガルを包囲し、これに猛攻を加えた。なお、この包囲には先に服属した、アンベール王国の王子バグワンとダースも、作戦参謀として加わっていた。数ヶ月にわたる、猛攻の末、1568年2月に、 チットオルガールは陥落した。その際、帝国軍による大虐殺が行われ、兵士のみならず近郊の村々から戦を逃れて逃げて、来た農民たちもか数多く含まれ、その数は3万人に及んだ。これは、アクバルのイメージを大きく損ねる結果となり、その木とアジメールへの巡礼を徒歩で行ったり。同年4月、アクバルはアーグラへと帰還した。 1569年3月、今度はブーンディ王国の君主するジャンシングが、牢城する、ランタンボール城を包囲し、数日砲撃を加えた後、ブーンディ側から和解の申し入れがあった。ブーンディ王国は、メイワール王国の風神であったが、バグワーン・ダースとその息子マーン・シングは帝国に着く、要説得するためにするジャンシングと会見した。 アクバルはこの時彼らの従者の一人に紛れていたが、それが発見されても驚かずに交渉に加わり、講和が成立した。だが、メイワール王国との戦いは依然として続くこととなった。メイワール王、ウダイシング二世は、チットオルガルが陥落する前にすでに逃げており、彼は、自身の名を冠した都市ウダイプルに戦として帝国に対抗しようとした。 1572年にウダイシングに世が死ぬと、その息子プラタープシングが王位を継承し、ムガル帝国に抵抗した。彼は、メイワール王国の領土の大半を回復したが、首都、チットオルガルを取り戻すことはできず、15年に死亡した。その後、プラタープシングの息子アマルシングが王位を継承して、抵抗を続け、アクバル死後の1614年2月になって、 ようやく講和が成立した。マールワーの獲得1562年、ピールムハンマド・ハーンの歴史により喪失した、マールワー地方を回復するため、第二次マールワー遠征軍が派遣された。指揮官は、アブドゥラー・ハーン・ウズベクであったが、指揮官が占領地に定着して、中央の統制から離れることを恐れ、皇室直轄領を確定するために、 シハーブディーン・アフマド・ハーンなど多数の監督官を遠征軍に配属させた。アクバルがマールワーア地方の獲得にここまで重視した理由としては当時帝国東部でハーン・ザ・マーンが反独立的な立場でいたとこまたジャーギール・ダールラを結集していたことが挙げられる。石井康キは南方のマールワーアをしっかり皇帝の手に確保することは 戦略上重要であったと述べている。ピール・ムハンマド・ハーンの推し後、マール・ワーアは、またしても、バーズ・バハードゥルの支配下に入っていた。帝国軍は、戦闘を行ったが、1564年には、アブドゥラー・ハーンが反乱を起こすなどしたため、遠征は、長期のものとなった。1570年、アクバルは、バーズ・バハードゥルに基準を誘い、 彼は帝国に基準を申し入れ、マールワーア地方は帝国の一州になった。グジャラートの征服スーラトに到着したアクバルアクバルは、ラージャスターンとマールワーを平定した後、グジャラート征服へと目指した。アラビア海に面したグジャラート地方は、海外交易の拠点都市が多数あったばかりか、メッカ巡礼の出発地点でもあり、帝国の発展には欠かせない地域でもあった。 1571年、アクバルは、グジャラート征服のため、アーグラから、ファテープルシークリー移った。アクバルの治世した、グジャラート地方を支配していたのは、グジャラートスルターナッサであった。このグジャラートスルターナッサは父ミカド、フマーユンも戦闘を交えた相手であったが、征服はできずにいた。だが、グジャラートスルターナッサは、混乱状態にあり、 大ジャーギールガールのイティマード・ハーンは、政敵と争うため、アクバルに支援を求めて介入するよう促した。1572年7月、アクバルは、グジャラートへ出陣し、11月に、グジャラートスルターン・アサの首都、アフマダーバードに入場した。この時、彼は、イティマード・ハーンをはじめとして基準してきた者らを、交遇した。アクバルはその後もグジャラート征服を進め、 12月、グジャラートの公使カンバートを制圧した。この時、彼は船を、カンベイ湾に浮かべて、海を見たが、その頃に、ポルトガル商人らが、皇帝のグニエに挨拶にやってきた。翌1573年2月、アクバルは、公使スーラトを包囲し、制圧した。この包囲のさなか、ポルトガルの後は福王から施設が送られ、アクバルに敬礼して、 贈り物を捧げていた。6月、アクバルは、首都ファテープルシークリーに帰還して外戦した。だが、間もなく、反乱が起きたため、8月に再び、アクバル自らエリスグリの精鋭を率いて、首都を出た。この時の遠征軍は、インド屈指の強行軍として知られ、1日平均80キロで、進軍し、わずか11日でアフマダーバードを制圧した。 アクバルは首都に帰還し、その際に、副信のトーダルマルを首都から呼び出して戦後処理に当たらせた。トーダルマルは半年の間、現地で行政の指導に当たらせたが、この時得た経験はその後の帝国制度における行政改革に生かされた。グジャラートの制服は帝国にとって重要なものであった。この制服により、帝国は西方に領土を拡張したのみならず、 公使、スーラトなどの西方諸行を通して行う、海洋諸国との貿易を行うことができるようになり、その関税収入は莫大なものであった。ベンガルオリッサの征服グジャラート征服後、アクバルはベンガル地方に目をつけた。このガンジス川一帯に広がる地域もまた、グジャラート地方と同じく重要な地域であった。ベンガル地方は、 ベンガル・スルターン・朝サによって統治されており、王朝のアフガン系君主らは帝国に面配服従の態度をとっていた。だが、1572年に、ダーウード・ハーン・カララーニーが君主となると、彼は金曜礼拝の説教を皇帝ではなく、自身の名で唱えさせ、独立君主であるかのように振る舞っていた。1574年8月、アクバルは急遽自ら遠征して、 ムヌイムハーンの軍勢とも合流し、パトナを占拠し、ダーウードハーンを追放した。彼は、トーダルマルを副将として、ムヌイムハーンにつけ、イティマードハーンやラシュカルハーンといった官僚も、中央から派遣して、特戦に当たらせた。これにより、アクバルは観察欄を通して、ベンガル遠征軍の状況を知り得ることができた。彼らは、皇帝の大輪のような役割を果たし、 1575年4月に、ムヌイムハーンが、ダーウードハーンと和議を結んだ際には、トーダルマルは、皇帝の意思を代弁する形で、交換文書に署名を拒否した。同年10月、ムヌイムハーンが、ベンガル遠征の最中に死亡した。アクバルは、公認の大使に、ハーンジャハーンを任命し、ビハール大使ムザファルハーンと協力して、遠征を継続した。 1576年7月、アクバルは新たに大規模な遠征軍を派遣し、ガンジス川西岸のラージマハルで、ラーウドハーンを廃止させ、ベンガル地方を併合した。一方、ベンガル地方の南西に続くオリッサ地方は、クルダー王国やアフガン勢力が拡挙していたが、ビハール州大シュマーンシングにより1592年4月までに併合された。 北西地方の征服アクバルカーブルを中心としたアフガニスタンは中央アジアのウズベク勢力やイランのサファビー朝に対する前線地帯でありグジャラートやベンガルとは違った意味で重要な地域であったこの地域はアクバルの弟でカーブル大使ミールザー・ハキームが支配していたが彼はウズベク兄弟の反乱にも参加するなど中央に反抗的であった 1580年から1581年にかけて、ミールザー・ハキームの乳兄弟マースウム・ハーン・カーブリーが、ベンガル・ビハール地方で大規模な反乱を起こした。ミールザー・ハキームもこれに同調し、帝国を東西から攻撃しようと凶暴した。ベンガル・ビハールの反乱は、アクバル最大の危機でもあり、王座が揺さぶられるほどの出来事であった。この反乱の原因は、 中央政府の行政改革の強行や、1579年に、ベンガル大使となったムザフファルハーンと、中央から派遣された官僚との関係悪化、それによる政務の停滞などが挙げられる。アクバルは、トーダルマルを派遣し、鎮圧に当たらせ、ベンガル大使ムザファルハーンを問責する命令を発し、反乱を抑えようとした。だが、 宮廷内でも彼らへの内通者が続々と発覚した、上、反乱はついにパトナにまで及んだ。1580年4月、ターンダーに退いた大主ムザフファルハーンは殺害され、鎮圧を指揮していたトーダルマルがモンディールで長期に渡り、牢状を強いられたこともあった。1580年12月、ミールザー・ハキームの武将がパンジャーブに侵入したが、 これは直ちに撃退された。だが、今度は、ミールザー・ハキーム自らが1万5千機を率いて、侵入してきた。アクバルはこれに断固とした態度を取り、1581年2月に、大軍を率いて、アフガニスタンへ遠征を行い、カーブルへと向かった。軍には8ヶ月分の給料が払われ、その総兵力は5万人、増後戦闘であった。8月、アクバルは、 ミールザー・ハキームをヒンドゥークシュ・サンミクに配送させ、カーブルへと入場した。その後、公認のカーブル大主に、妹のバフトゥンニサー・ベイグムを任じた。一方、ベンガル・ビハールの反乱では、苦戦が続いていた。だが、アクバルのカーブル入場からほどなくして鎮圧された。1585年、ミールザー・ハキームが死亡すると、 ウズベク系シャイバーニー長ブハラハーン国がカーブルに対してさらに圧力をかけるようになった。その君主、アブドゥルラーハーン2世はアフガン系部族の協力のもとバダフシャンを制圧していた。アクバルはこれを見て首都ファテープルシークリーからラホールに移しカーブルを帝国直轄地化した。また、アクバルはアブドゥルラーハーン2世と協定を結んだ後アフガン系部族 特に、ユースフ在族の鎮圧に取り組んだ。このユースフ在族は強力であり、1586年には、アクバルの副神ビールバルが殺害されるなど苦戦を強いられるなどしたが、最終的に、諸部族を支配下に置いた。この戦いにより、カイバル峠から中央アジア、西アジアに抜ける交易路が確保できた。また、同じ1586年にアクバルは、 カシミールスルターン朝も滅ぼし、1589年までにカシミール地方の征服も完了した。1591年にシンド地方も同様に制圧し、1593年にはシンド地方の君主がラホールに赴いてアクバルに神獣の誓いを立てている。こうしてヒマラヤ三景の幼少カシミール、 インダス川下流ウイキの震度地方が、ムガル帝国の領土に加えられた。1598年、アブドゥラーハー2世が死亡し、北西方面における、ウズベクの脅威が減少した。アクバルは、北西方面における安泰を確保すると、アーグラへと帰還した。アクバルこうして、広大な半島に、多くのヒムスリムを抱えるようになった帝国を支える、ため、アクバルは、 ムガル帝国の制度の確立に乗り出し、イスラーム法上位教徒に対して課されていたジズヤを廃止するなど税制を改革した。また、軍人や官僚に、平時から準備していることを義務付けた兵馬の数に、応じた異界を与えて、官僚機構を序列化するとともに安定した、軍事力を確保する、マンサブダーリー制を導入した。1579年より、 このような一連の改革に反対する動きから大規模な反乱が起こるが数年でこれが鎮圧されるとムガル帝国の支配はかえって安定に向かっていった税制の面ではスール町のシェールシャーが導入した税制を踏襲した上でさらに改良した座布と制を施行したこれは生産能力に応じて土地を4つの等級に分けその上で 平均生産工を算出して、その3分の1から5分の1を税として洗脳させるものであった。洗脳であったため、生産者は市場に作物を販売せざるを得ず、これにより流通が盛んになり、また生産力の増大を推進することとなった。アクバル自身は当地に対してとても責任感を抱いており、それを表すいくつかの言葉を残している。アクバルは、 帝国の統治において、かなり宗教的な融和を重視した君主であった。宗教的には、中央アジア系、イラン系のムスリムのみならず、土着のムスリムやヒンドゥー教徒が、数多い帝国の君主として、アクバルは、イスラーム教のみならず、ポルトガル人が、インドで宣教するキリスト教に至るまで、多様な宗教に対して、関心を寄せていたと言われる。 特に神秘主義から強い影響を受けつつ、諸宗教を総合的に尊重した彼自身の宗教姿勢は、アクバルの側近アブルファズルが、アクバルの命によって執筆した、年代記、アクバルのーマに、d n ラーヒーという名前で書き残されている。なお、d n ラーヒーとは、アクバルの創始した、新宗教であったとする説が非常によく知られている。だが、 資料的な裏付けがなく、現在ではほとんど否定されている。ファテープルシークリーのディーワーニ・ハース・アクバルは、建設事業を盛んに行った。知性の初期に作られた、建造物では、デリーにある父・フマアイウンの霊病が名高い。1571年まで、帝国の宮殿は、デリーと並ぶ北インドの主婦であるアーグラに置かれていたが、アクバルは15世紀に、 ローディーアサによって建設された、旧城祭を1565年に、赤砂岩で築かれたアーグラ城祭に改修し、この城市には、アクバルの町を意味するアクバラアバードの名が与えられた。また、1569年には帰還する、チシュティ教団の神秘主義者の影響を受けて、アーグラの近郊に、周囲1 1トルに及ぶ地域を持った神と、 ファテープル・シークリーの建設をはじめ、1574年から1584年までの10年間にわたって居城とした。しかしファテープル・シークリーは推理が悪く、1584年に首都がラホールに移されると放棄された。1598年までアクバルの都であったラホールの城塞もアクバルの造営になるものを基礎としている。 1598年以降は、帝国の首都は再びアーグラへと移った。アクバルとターンセイエン父の流浪生活の最中に生まれ、中央アジア出身の武人に囲まれて育ったため、幼少時に文字を学んだ経験がなく無学であったが、サファビー朝の宮廷で絵の手ほどきを受けたこともあり、芸術を愛好し、学問を保護した。アブルファズルをはじめ側近には、優れた。 文化人が集い、サンスクリットから、ペルシア語への翻訳事業も行われた。また、アクバルは画家を優遇して絵画にも力を入れ、アクバルの時期から、ムガル絵画が最盛期を迎えていくこととなった。また、音楽も奨励し、ヒンドゥスターニー音楽の大音楽家、ミーヤン・ターンセーンを宮廷に招いた。ターンセーンの音楽は、20世紀に至るまで、 ヒンドゥスターにいい音楽の政党となり、その後の音楽に多大な影響を与えた。晩年のアクバル・アクバル病治生の末期には、デカン地方に進出し、1591年から1600年にかけて、デカンにあったデカン・スルター・ナサと戦って、半島南に大きく広げた。アクバルは、この時期、同じくムスリム語王国と対立していた南インドの、 ビジャヤナガル王国のベンカタセ世と何度も書簡のやり取りをしていた。1600年にはアクバルの施設がベンカタセ世とビジャヤナガル王国の首都チャンドラギリーで面会している。サリーム、ムラード、ダーニアールの3人の息子が生まれたが、ムラードとダーニアールは創生し、アクバルの晩年には長男のサリームの実が生存していた。アクバルはサリームを 幼少から甘やかすことはなく育てたが、サリームは父親に青年期から反抗的で、そのため両者の関係は悪く、サリームはアヘンを吸引していた。そのため、サリームとは仲が悪く、後継者問題で失意の晩年を送ることとなった。1600年、サリームはアクバルに反旗を翻して挙兵し、和解のために父が送ったアブルファズルを殺害した。 これを受けてアクバルは1604年、サリームを討伐するため、サリームの本拠である、アラーハーバードへと進軍したが、アクバルの母、ハミーダが倒れたことで軍を引き上げ、やがてサリームが謝罪することで和解が成立した。1605年10月3日に赤里が発症し、回復しないまま同年10月27日に死亡した。アクバルの死後、サリームが第4代皇帝。 ジャハンギールとして即位した。アクバルの意外は、アーグラ近郊のシカンドラーに運ばれて葬られ、その地にアクバル病が建設された。ありがとうございます。